白、バルデナにある、ラピスケラ・バルデナス・レアレス・スペインにおける一バルデナス。レアレスは、スペイン・ナバーラ州とアラゴン州にまたがる、半乾燥自然地域もしくは不毛地帯である。4万1845ヘクタールの面積を持つ。粘土、チョーク、砂岩からなる土壌は、水と風によって侵食されたことで、驚くべき形態の峡谷、大地、平らな構造、壁さとも呼ばれる。 孤立級を形成している。バルデナスは居住地域を書いており、植生は乏しく、領域を横断する多くの小川は、際立って、季節的な災害が激しく、年間の大部分は乾燥している。バルデナスの大部分は、アラゴン州、サラゴサ県との境界に近いナバーラ州南東部にあり、エブロ川が形成する窪地の中央部に位置している。 南北には4 5トル、東西には2 4トルであり、標高は2 8 0ルから6 5 9ルの範囲にある。面積は41845ヘクタールである。行政区分としては16の自治体に分けられ、うち13自治体がナバーラ州に、3自治体がサラゴサ県にある。ナバーラ州の自治体は、バルティエラ、アルゲダス、カルカスティーリョ、 サンタから、メリダ、ラダ、カパロッソ、ビリアフランカ、カドレータ、トゥデラ、カバニリアス、フスティニャーナ、ブニュエルであり、サラゴサ県の自治体は、タウステ、エヘアデロス・カバリエロス、サダバである。バルデナスはいくつかの区域に分けることができ、主に白バルデナと黒、バルデナに分けられるが、大きな特色を持つ他の小地域に分けることもある。1999年公開の映画、 007ワールドイズ、ノットイナフに登場するカザフスタンの原子力施設の外観はバルデナスレアレスで撮影された。1999年、主要部分が自然公園に認定された。2000年11月7日、ユネスコの生物研保護区に登録された。2000年9月には、 映画、ドンキホーテを殺した男の一部がバルデナスレアレスで撮影されたが、NATO の航空基地が近いため軍用機の騒音に悩まされたり、鉄砲水でセットが破壊されるなどのトラブルで撮影中に制作が中止された。この様子はロストイン・ラマンチャとして公開された。白、バルデナはバルデナスの中央部であり、より砂漠化が進行している地域である。 広大な平原や河川の流れがある深い峡谷を特徴としている。白バルデナという名称は土壌中の豊富な石膏分に起因して大地の表面に広がる白潮の存在に由来する。白バルデナは下ロと上ロの二つの地域に分けることができる。下ロはバルデナス全体で最もくぼんだ地域であり、上ロはピスケーラやエグアラスからカルカスティーリョに伸びている。 黒、バルデナは、バルデナスの南東部であり、ナバーラ州とアラゴン州の境界付近に位置している。異なる高度の大地で構成され、外貨を流れる河川によって大地が分断されている。黒、バルデナは、植生で覆われている。周辺地域よりも100メートルほど高い中央高地では、トウモロコシが成長する。中央高地は、ターシリーとクワーターニーの土壌によって形成され、 ピレネー山脈やスペイン中央部の山脈の形成にも関連した圧力によって隆起した。中央高地はエブロ平原の崩壊を引き起こし、カタラナコスタル山系によって囲まれた内海を形成した。堆積物は指針よ以降に侵食され、これらは頂上に残る砂利や砂岩となり、粘土と石灰岩は低い斜面を占めた。また、粘土は中央部に残り、 石灰岩と石膏が周焉部を形成した。砂利、砂岩、粘土は全て中石体積物となり、砂岩と粘土の混合物は中心部と周焉部の間に二つの山脈を形成した。体積物の厚みは4メートルに達している可能性がある。1000万年前、南部の境界に沿って水の浸食を始めたエブロ川を残して、この盆地は地中海とつながって、 水が排出され、これによって比較的平らな土地が残った。侵食の折りたたみ効果は、柔らかい物質と硬い物質が交互に重なることで引き起こされた。地層が水平である場合、壁差と呼ばれる孤立球が形成される。ありがとうございます。